はい、では今日ですね、昨日の続きですね、白ワインに続きまして今度赤ワイン編です。赤ワインは、4つ選ばせていただきました。で、固有の品種でマスカットベリーエと、あとまあ欧州品種の3つっていう感じなんですけども、まあ、こっちの甲州と同じで日本固有の品種っていうのが、赤にもあります。それがマスカットベリーエ。このマスカットベリーエっていうのが新潟の岩の原ワインという、ワイナリーを作った方がですね、開発したと呼ばれているブドウ品種です。で、特に特徴的なのがキャンディー香と呼ばれる、ちょっとこう飴のような、綿飴のような少し甘い香り、味、気になる人はちょっと気になってしまうような甘みが少し後味にあるんですね。で、これによってですね、賛否が分かれます。これ丸×って書きましたけど、賛否両論って言われてます。で、最近でも特にですね、マスカットベリーエを使った美味しいワインが増えてきました。で、特にそれの、多くがですね、ここにも書いてあるんですが、まあ、軽いものは多いんですよ。軽いものは多いんですけど、まあ、樽の熟成とかを経てですね、凝縮感とか複雑味っていうのが増すワインが増えてきました。なので、まあその辺のはすごく美味しいと僕は思ってます。またね、おすすめのねワインとかも紹介したいなと思いますけど、マスカットベリーエは好きな品種の一つです。まあ、日本ワインの、特徴の一つでもあったりするので、まあ、ぜひね、飲まず嫌いな方とかいたらですね、あとは過去に飲んで、美味しくなかったという経験がある方もぜひこのね、樽熟成系のちょっとしっかりとしたマスカットベリー飲んでいただきたいなと思います。本当に美味しいと思いますので、はい。で、あとのこの3つはですね、世界的にも有名な品種になってまして、まあ、カベルネ・ソーヴィニオン、こちらは、まあ、世界中で本当に作られてて、まあ、黒ぶどうの王と呼ばれてます。で、まあ、赤ワインって基本的に黒ぶどうで作るので、黒ぶどうの王ってことは、まあ、赤ワインとしての王ですよね、はい。で、カシスやブルーベリー、黒系の果実の力強い香りですね。力強い香り、ここがポイントです。香りがしっかりとあるんですよね。で、酸味とか渋みもしっかりあるタイプなので、結構その印象として、まあ、重めのワインですねをカベルネ・ソーヴィニオンは多いかなと思います。もちろん軽いカベルネ・ソーヴィニオンもあったりするので、まあ、カベルネイコール重いではないんですけれども、まあ、比較的カベルネ・ソーヴィニオンって言われると、あ、じゃあちょっと重いのかな、力強い味わいなのかなっていうのは少し想像できるかなというところですね。で、メルロ。メルロはまあボルドーとかでよく作られたりするんですけども、ラズベリー、チェリーなどの赤系の果実の香り。で、酸味、渋みは穏やか。マイルド、フルーティーが特徴。なので、このカベルネ・ソーヴィニオンが、すごく骨格のある、なんですかね、しっかりしたワインとするならば、それをちょっとこう 丸みを帯びさせたみたいな、そういうイメージですね。だから僕はよくなんですかね、マイルドな、果実味がしっかりしたタイプっていう説明をすることがメルロに関しては多いです、はい。で、ここにも書いてあるんですけど、カベルネとメルロは結構その一緒に、なんていうんですかね、割合をこう調整しながら、例えばカベルネ、60%、メルロ 40% とかでこうバランスのいいワインを作られたりとかするので、結構ここは補い合うというか、お互いのいい特徴を生かしながら、そのバランスを考えながら醸造家さんが、混ぜて、作るワインっていうのが結構多いです。なのでよくメルカベとかっていう風に略したりするんですけど、それはメルロとカベルネの混醸ワインってことですね。ただメルカベって言ったらこの2つが両方入っていて、そのいいバランスを、追求したワイン、そういうイメージを僕は一応持ってます。で、それに対してピノノワール、これはもう本当結構対照的なんです。この2つと対照的で、ブルゴーニュの赤ワインといえばっていうような品種なんですけど、高級ワインよく使われてます。で、色調はすごく淡くて、渋みはほぼないです、まあ、少ないですね。で、メルロと同じ赤系の果実の香りなんですけども、高級ワインに使われて、さっきも言ったんですけど、まあ、それの、表現というか、繊細で、ここにもね、書いてあるんですけど、官能的なんていう表現をね、されることが多いんですよ。まあ、ちょっとね、
なんですか、エレガントとかそういうこうエロティックなとかそういうなんかそういう表現がされることが多いです。でこの2つと違ってもう単一、もうピノノワールはピノノワールだけで作りましょうというのが、まあ、主流ですね。他を混ぜてこの繊細さを崩したくないっていう、そういうものがあったりするんで、もちろんね根性しないわけじゃないんですけど、基本的にピノノワールで単一っていうとやっぱり そこに価値があるっていう風にされてたりするので、これはねまた特徴的な独特な品種になってると思います、はい、でピノノワールは例えば日本だったら北海道の、ピノノワールがすごく、有名です。まあその地域によってね、例えば、カベルネが育てやすい地域、育てにくい地域、ピノノワールが育てやすい地域、育てにくい地域ってやっぱあるので、まあ、その辺はそのブドウ品種と合わせて産地の話をまた別の機会にしていきたいなと思います。まあ、とりあえずなので、まあ、この7つを把握して、ワインを楽しむことができれば、結構そのブドウの品種で会話で困ることってそんなにないかなと思います。もちろんそこ他にもですね、いろんな種類があるんですけど、それはまあ出会うたびに覚えていけば十分なのかなと思います。なので今日は、日本ワインを楽しむべき、楽しむために、知っておくべき7つの品種をご紹介させていただきました。また別の、動画でいろんな違う知識を、ご紹介したいなと思いますので、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは。